今日はね、ちょっとパワースポットって何ぞやという話をちょっとしたいと思っているんですよ。今日は富士浅間神社は今日帰り道で、非常に大きな千年、ほとんどが100年以上の杉の両側の門を歩いています。子供とは、日が入り、力をみなぎる日を悪い気を流すという意味のところに神社は作られることが多いです。ですね、パワースポットという言い方は、半分正しいかなと思うんですけど、半分間違ってるかなと思うんですよ。で、神社は清い心で行きましょうということがあるので、お願い事をするところではないということをまずもって分かってない方が非常にたくさん多いという悲しい事実が、神様に感謝するところですね、お願いするところではないということで、欲の多い方は何も得ず、欲のない方が何かを得るところです。で、悪い思いを持ってくる人は大体、悪いことしか、ここに来るとすごく感じることが多分たくさんあると思うんで、富士山の湖見に行くじゃなくて、ここ来てみてください。一度ちょっとおすすめだと思います。で、もし自分の心によどみがあり、悪き心がある場合は、それを払いため清いたまえというところが神社でのわけですね。だからお祓いをするわけです。だからその欲というものを、我というものをなくすところということで、新たな力を得るところという意味で、実は神社というのは存在しているというのが正しい見解ですね。神社の関係者である私が言うところの正しい見解です。これはまあ神宮庁が正しい見解を出しているわけではないので、これは私の見解ですけど、多分ほとんど同じようなことを言うと思います。だから払いたまえ清いたまえという、そういう文があると思うんですけど、それがそういう意味なんですよ。なんかトトロが出てきそうな感じですよね。トトロが出てきそうな木みたいな今日は非常に面白いことが起きたので、また来てみたいと思います。富士浅間神社パワースポットというのは、自分の、我欲をなくすところ、悪いことがあれば払いたまえ清えたまえということで、新しい力を入れて、新しい力を入れて人に清く正しく美しく、正しいこと、良いことをしていきましょうということをお祈りするところが神社です。なので、ただにパンパンとすればいいわけじゃないということがちょっと分かっていただければなと思います。見ていただける方がどれだけいるかはちょっと分かんないですけど、そういうお話をちょっとしてみました。